接種法で5類になったから、もう公費の負担はゼロになりますということではないんですよ。で、まあ、ほら、子どもの医療費って、東京都なんかだと3割分は東京都が払ってくれてるから、その払わなくて済むでしょ。で、感染症じゃなくても公費負担という仕組みが可能なので、それは、いやー。